力入れてますからね。まあ、ですからそういうことを選手がしても OK という部分はありますよね。そうです、選手から行くぞというぐらいの気持ちじゃないと、はい、まだ見てないと準備ですよね、これね、はい。まあ、実際にこうフィールドに立つのは選手なの で、その選手が自分で感じていることをできるよっていうふうに合図を出すことも大事だと思います。だからやっぱりあのベンチで作戦組むだけじゃなくてね、はい、そういうところをより俺らやらせろというようなこう前向きの姿勢と自信見えてね、はい、ね、そういうことですよね。左方向レフトの前落ちます。エゴシは二塁ストップ。ボール9からレフトへのヒットでつなぎました。福留ノーアウトランナー二塁一塁。バットの先ではありました。ちょっとこう取れるような構えをバレンティンも見せましたが落ちます。まあでも本当に確率の高いバッターです ね。確実に1打席目2打席目になると目が慣れると、はい、ほぼ捕まえますよね。